高瀬駅は、香川県三豊市高瀬町新名にある、四国旅客鉄道予算線の駅。早朝、夜間のみ特急列車が停車する。駅番号は、Y16。駅表示パネルのコメントは、茶畑が緑に輝く駅である。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅。線路の使用方法は一番線が上下本線、二番線が上下副本線となっている。 交換列車がないときは列車種別に関係なく一番線に入線する。ホームから駅舎へ、古戦橋が伸びている。また、旧貨物ホームが駐車場として利用されている。平日の昼間のみ、多度津駅に所属する駅員が配置される。2017年6月頃より、駅舎内店舗として洋食を中心とした飲食店が入っている。 2020年3月14日から八島、栗林公園、琴平など、香川県内の観光地アクセス駅に行こうかなどの交通系 IC カードが導入されたが、当駅は導入対象外であるため行こうかなどの交通系 IC カードは使用できない。1日平均の乗車人員は以下の通り、山形県山形市にある東日本旅客鉄道仙山線の高瀬駅と、 同名のため、自動券売機を含む窓口乗車券類には、区別するため、高瀬と表示される。直営駅で、指定席券や JR 四国の企画乗車券も、購入できる。三豊市役所の最寄り駅で、周辺は、行政分教地区を形成している。公立高校のほか、四国学院大学香川西高校や、関連の専門学校もあり、香川県内や東洋を中心に、 県外からの通学等にも多く利用されている。また、サヌキうどん研修施設である全日本面総合技術研修センターの最寄り駅である。かまたまあれサヌキの練習施設でもある、緑川丘運動公園サッカー場への窓口となり、市営バスにより、高瀬天然温泉で連絡している。駅表示パネルには、茶畑が緑に輝く駅とある。 香川県最大の茶の産地として知られ、農林大臣賞も獲得した、貴重価値の高い幻の名茶ともされる高瀬茶は、水原周王子らの歌人も歌を残し、絶賛したというエピソードも残されている。朝夕に停車する特急には、水戸吉の中、南部から高松、岡山などへの通勤通学用も多く、また、愛媛方面へや本市への通勤通学の需要もある。 ありがとうございます。